名倉敏子は、日本のバイオリニスト。東京クアルテット創立メンバー。ミッド室内還弦楽団、及び斎藤記念オーケストラ団員、フェリス女学院大学音楽学部名誉教授、東方学園大学講師。本名は、岡田敏子。夫は、ビオラ奏者の岡田信夫。新潟県出身。東方女子高等学校音楽科、東方学園大学音楽学部にて、 斉藤秀浦に指示、共に主席で卒業した。ジュリアード音楽院に留学し、在学中の1969年に、東方学園時代の仲間たちと、東京区アルテットを結成。ジュリアード弦楽四重奏団に教えを受け、1970年、ミュンヘン国際コンクール弦楽四重奏部門、アメリカのコールマンコンクールで優勝。これにより、世界から注目を浴び、 東京クアルテットのメンバーとして世界各地を演奏旅行を観光し、数々の国際フェスティバルに出演、ドイツグラモフォンでのレコーディング等で活躍した。1974年、東京クアルテットを脱退し、ベルギーに移るも1年でアメリカに戻り、ソリストとして本格的な活動を開始した。1977年よりドイツのハンブルクに共移し、 ハンブルク・コンセルバ・トワールで更新の指導に当たった。1981年よりバンベルク公共楽団のゲストコンサートマスターに就任。同時にバンベルグ弦楽50相談のメンバーとしても活躍した。1988年帰国。神奈川県茅ヶ崎市に住み母校の東方学園大学で非常勤講師を務めた。2000年よりフェリス女学院大学で 特任教授として指導に当たった。一方で演奏者としてもヨーロッパで活躍する音楽家たちで結成された日本オクテットのメンバーとして、また、水戸室内管弦楽団及び斉藤記念オーケストラのメンバーとして活躍した。2014年からは藤沢市未来創造財団の主催による音楽会藤沢にゆかりのある音楽家たちに出演した。 2018年11月6日、伊賀により、万73歳で死去した。同月11月12日には、東方の文下生を率いて、弦楽アンサンブルルーチェの演奏会を予定しており、病床でも指を動かして、出演を望んでいたという。2013年の浜利休朝日ホールでのリサイタルで、ライブ録音で CD が作られた際には、解説者より、 いつもさらりと自然体と評された。また演奏の一方で、フェリス女学院大学での教育は、外国語インテンシブコースにてドイツ語やイタリア語を学ぶことができることから、学生たちより外国語をきちんと学べて素晴らしいと好評であった。ありがとうございます。